春の辻遺跡春の辻遺跡春の辻遺跡は、長崎県壱岐市安部町深江坂江ふれ、深江鶴木触れ、石田町石田西ぶれにある遺跡。国の特別史跡に指定され、出土品は、国の重要文化財に指定されている。壱岐島東部、旗鉾川下流にある、弥生時代前期から、古墳時代初期にかけての大規模観合集落を、中心とする遺跡である。 義阜は神殿に登場する一大国の国土とされている。一大国は一四国の五期とされるが、五期ではないとする説も存在する。最初の遺跡発掘は1923年から1926年にかけて地元の石田神城高等小学校教諭松本智による小規模なものであった。彼はこの時、弥生式土器や石器類を発掘している。 第二次大戦後の1951年より1961年の10年間に、旧学会連合、東亜高校学会により4回にわたる発掘調査が行われた。この結果、イヤトや墓地が発掘され、や、大量の敵機等が出土した。以後も長崎県教育庁春野辻遺跡調査事務所を中心に調査が継続され、また、現在も調査は継続されている。 1993年の大規模な調査で30の堀を巡らせた大規模な観光集落最取建物跡が検出された。また、郷の外西北では日本最古の船着き場の跡も発掘された。春の辻の中心部分にあたる。観光集落の規模は東西約350メートル、南北約750メートルである。この東側に 岸和神殿に出てくる彦とひな森などの役人の家や役所があったと想像される。豪の外の北、東、東南には墓地が見つかっている。また、一石全体の総面積は100ヘクタールにも及ぶ広大なものである。また、集落域は約24ヘクタールであった。これらの発掘調査結果から1995年に一四国の国土である可能性を指摘した。 出土物に、大陸系の品が多く、中国鏡、戦国式道剣、菓子泉などの中国の戦火、トンボ玉、鋳造製品、無門土器、三冠系土器、落楼系の土器など、後期にはこれらの量が増加した。また、弥生時代中期の縦穴住居市から炭化した米、麦が出土している。島の河川流域の低地に水田が広がり、水稲農耕が行われていた。 津島に比較して、水筒農耕が広く行われていた。島には貝塚もあり、狩猟銃である視界の獅子のほか、家畜である馬をはじめ銃骨や魚骨が出土している。石器では石符、片葉石符、石包丁に一部鉄器を交えるが、後期になると石器はほとんど、姿を消し、蝶菜、釜、トースなど鉄器が豊富になる。中には、 鉄器の原材料と想定できる板状のものがあり、これから様々な鉄器を作り出した。き等の鉄器は白菜品であると考えられている。円形遺跡は1997年に国の史跡に指定された。2000年11月24日には特別史跡となった。史跡公園が計画されているが、遺跡全体の公有化が進んでおらず現在すでに発掘された場所は、 一旦埋め戻されたが、春の辻一四国大都復元公園として再整備されている。出土品は、壱岐市足渋町深江鶴木フれにある、壱岐、春の辻展示館に収蔵されていたが同館は2009年8月31日で閉館され、遺跡の北方に新しく建設された壱岐市立一四国博物館3月14日開館に改めて収蔵されている。なお、 春の辻ガイダンスには発掘の歴史や調査の様子が展示されており、さらに曲がたま作りなどの体験、生きかぐらの見学もできるように整備されている。ありがとうございます。